皆さんこんにちは、元気バレエダンサーの菅原由衣です。はい、ということでシーズンを無事に終えました。で、今日はなんとついに、はい、一つ目のコロナのワクチンを打ってきました。こんな感じなので、副作用とかがあるか48時間ぐらいちょっと記録に残そうと思います。なんかつい1ヶ月前ぐらいまではこの年齢に分けて病院とかで働いてない人でも50歳以下40歳以下の人は一つ目のワクチンの予約をしていいですよってなってて、私まだ20代なので、これ結局8月とか9月になっちゃうかなってなったんですけど、さらさらといきなり、はい、24歳以上まで OK っていうのを持てて、2週間ぐらい前にオンラインで全部予約できるんですけど、それで予約して今日の10時15分ぐらいにカチャンと打ってきました。モデルナ、今カナダはファイザーとモデルナしかないんですけど、私はモデルナを打ってきました。どっちかを打たれるかは行ってみるまでわからなかったんですけど、でもとりあえず周りもみんなそれで打ってるので打ってきました。私自身のコンディションもそこまでなんか持病があるとかがないので、はい、じゃあはい、同意しますってことで打ってきました。で、15分ぐらい一応様子見るためにワクチン打った後に15分とりあえずここで待って、変化がなかったら帰っていいですよっていう感じで、全く何にも感じなかったんですけど、打つ時も打って15分してからも。で、30分ぐらいしたら、あれ、もうここに打ったけど、この辺なんか鎖骨の辺とか肩とか、この首のあたりが、こう、ちょっとキュッと、なんていうの、筋肉痛っぽいのがこう、うろちょろうろちょろし始めて、で、今は、6時間経ったのかな？ 6 時間経ったら、結構、どっちもまだ全然手上がるけど、重いです。すごい、すでにこの辺がこうパンパンな筋肉痛な感じです。全然動くけど、とりあえず6時間経った今はこんな感じです。全くこう気持ち悪いとか、あ、寒気するとか、何もそういうのはないです。ただの筋肉痛がここら辺にドカンとあるって感じですが、今6時間経った時の状況になります。はい、はい、しっかり晩ご飯も食べてうだらだらとして、さらっとお風呂も入りました。今は13時間経ったところで、これからと寝るだけなんですけど、もうなんか最初より全然パンパン感がすごいです。もうなんかここら辺までで、おー痛いって感じ笑える痛み、よくわからんけど、なんか激痛とかじゃないんですけど、なんか笑わされる痛みです。なんだろう、よくわからんけど、あげようと思ったらあげれるんですけど、なんか蜂に刺されたとか、虫にこうアブに刺されたって感じです。結構パンパンなので、タイラノールを飲んで寝ようと思います。ワクチンを打ってもらった時に、薬剤師さんが筋肉痛くなって上がらなくなると思うけど、そしたらタイラノール飲むと効くからって言われたので、はい、タイラノールを飲んで寝ようと思いますなんかようわからんけど、なんでこんなにボラわかるんだろう。まあそんな感じで、ワクチンをしてから13時間目はこんな感じです。はい、おやすみなさいはい、ということで今はちょうど丸1日24、5時間経ちました。なんとなくちょっとだるい気もするんですけど、でもなんか多分ワクチンの副作用のせいもあると思うんですけど、よく考えてみたら昨日の笑いが止まらなくなったのとか、だるいのもなんかシーズンが終わってこうリラックスしてネジが緩まっちゃったのかなっていう
気もしますので、その辺は分からないです。笑う副作用とかは多分ないと思うので、はい、今はちょっとだるいかなっていうのと、なんだろう、とにかく昨日の夜より上がりにくいっていうか、パンパンです。とりあえずなんかこう触ったらこうポコンってしてるんですよね。 なんとなく赤いし、見えるかな、ちょっとこの辺なんかポコンってしてる、この打ったところからちょっと下にかけてポコンってなっています。こっちなんもないけど、あまり伝わらないか、ちょっと赤いんですよね、なんか腫れてる感じです。一応念のため体温も測ってみようと思います。平熱が5度じゃない、36度南部とかなので、7度とか超えなかったら別に普通だと思うんですけどね、とりあえず筋肉が腫れてるって感じですね。私の職場の友達もモデルナ打った人たちはみんなこうその次の日にこう打ったところが腫れたり、打った方の肩とかなんかリンパあたりが腫れたりっていうのはみんなあったようです。はい、はい、熱は全くございません。平熱です。見えないかな、光って、36度6分です。はい、まあ、だるいのは疲れが出たのか、まあ、ワクチンのせいもあるかもしれないけど、特に何も変わりはないかなって感じですね。今のところ24、5時間目は筋肉がもっとこう盛り上がってしまっている感じです。それ以外は特に ないです。リン、はい、今はワクチン接種してから36、7時間経ちました。朝から変わったのは髪の色です。でもう腕は変わらないっていうか、もうちょっと痛いかもしれん、朝から比べて。熱はないと思うけど、一応測りましょう。はい、髪はちょっと光の加減であんま見えるかわからないけど、ブリーチをし直してその上からちょっと青紫かかったグラデーションをしてもらいました。夏に向けて洗ったらすぐ落ちちゃいそうで怖いけど、ちゃんとステイすることを祈ります。熱はありません。6度3分です。光って見えない、はい、なので肩が痛い、打ったところが筋肉が痛い状態のままです。なので今日もタイラノールを飲んで寝ようと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。48時間経ちました。昨日の寝る前に比べたら本当に全然痛みが違うです。違うです。触ったらまだなんか押したらこうちょっと筋肉痛な感じだけど、全然違うかな、全然軽い、全然痛くない、動く分には。なので48時間でだいたい症状は治まるよってワクチン打った時に言われたので、だいたい合ってるんだと思います。一応熱も最後に測っておきます。はい、今回も変わらず6度3分です。熱は全然上がらなかったですね。はい、ということで48時間経ちまして、このずっと結構痛かった肩の痛みもだいぶ取れました。動かす分には、あれなんでついてんだろう、取ります。でもなんかやっぱり
ワクチンを接種してから2週間以内にまたなんかいろいろ出てくる場合もあるらしいので、もし何か変わった変化とかが変わったことがあったり、また腕痛くなったとかあったら、インスタグラムかこっちのなんかコミュニティなんかこう書けるやつにでご報告しようと思います。でこっちはだいたい4週間1回目打ってから4週間から12週間のうちにもう1回同じやつを打たせてもらえるので、また2回目のワクチン接種した時もこんな感じで記録取ろうと思います。みんななんか2回目の方が症状が重かったりするって言っているので、その辺もどうなのかまた次回記録しようと思います。ということで今回は1回目のコロナワクチン、モデルナワクチンを打った感じを48時間ぐらいお届けしました。とまだまだコロナもねまだ収束しないでいる状態で不安もあるし、あとは暑くなってきてこれからまた夏バテだの熱中症だのいろいろあると思うので、今日も皆さんお元気にお過ごしください。ということでまた今度。バイバーイ。